こんばんは。今日もね、これからリアルテレビをリアル放送で、ね、開始いたします。まあ今日もね、本当に朝からね、ずっとなんかこうまあ行ったり来たり行ったり来たりしてるだけで、まあ本当に今日もね、不思議なね、なんか上がるのか下がるのか分かんないようなね、展開で。まあ日経平均なんかもね、今日見てたら本当に昼の2時、12時半過ぎぐらいにね、なんか5分間ぐらいでね、360円ぐらい上がっちゃって。まあなんかアナウンサーたちもね、アナリストたちも、みたいな。まあ今日日経平均なんかもね、知ってる人は分かんないですけど、朝マイナス、朝というかね、前場午後、まあ午後スタート直後ぐらいでね、マイナス100ドル、100円ぐらいで。で、なんかちょっとね、下げ幅縮小なんて言ってたら大きい買い物が入って。で、一気にね、プラス250、60円まで上がって。で、そっから、まあなんだかんだ言って、まあ終わるまでにね、普通に50円ぐらい。まあプラスね、50円ぐらいで。引けるという、なんかすごい仕掛け的なね、相場だった、つってね。なんか私がね、ツイートしてたメガネのね、アナウンサーのおじさんが、何のために上がったんですかね、なんつって、不思議がってましたよね、本当に。まあね、今日はなんか、シロさん2とかね、まあ、シロさんなんですけど、たけしさんとね、てるさん、まだ東修郎さんね、小島さんと、ココさんとね、リンゴさんと、ガースケさん。まあ、あと、五郎さんね。あと、ソーダさんと、テルさんですか、小島さんね。まあ、今日もね、まあ、ちょっと、何とも言えない相場展開なんですけども、まあ、チャンス入ればね、戦いますけども、なんか本当になんかもう、適当すぎちゃう値動きで、なんかどうなのかなっていう。まあ今日またね、まあ銀行のね、アメリカというか世界銀行のね、トップの、例のね、おばさんがまた出てくるんで、まあそれでなんかこう、うろついてんのかなっていう、はっきりしない動きで。まあ今日もね、どちらかというと多分、暇なね、なんかこう、ちょっとよくわからないような展開がずっと続くのかな、みたいな。どこですよね、本当に。最近の相場は本当にね、なんかもう仕掛けが多すぎて、なんかちょっとつまらないですよね。まあなんかね、質問とあったらね、今日もまあ多分暇な展開で戦っていくと思いますんで、どしどしね、チャットの方で。そしたらね、今日もトレードにね、入りますんで、チャンスあったらね、戦いますんで。頑張りましょう。まあね、とりあえずドル円なんか見てもね、なんだかんだ言って、まあほとんどね、値動きがないっていうかね、まあ本当にユーロドルなんかもね、結局ほとんど動きなくてね、まあ900ぐらいから920ぐらいで、まあ本当に、まあイラッとしますよね。まあというか相場自体ね、この相場イラッとしますよね。まあ結局のところ、まあ昨日までもね、株が上がろうが、何しようがね、もう地合いがものすごい良くても、まあドルだけね、結局黙って売られてっちゃうような展開ずっと続いて。で、まあまあ今日だけなんか若干ですけどね、55ぐらいで固まってるみたいな。まあ、かといってね、上行きそうなのか下行きそうなのかって、なんか上行っちゃいそうな、いい匂いは漂ってますけど、だからっつってね、なんかこう元気よく気持ちよくは買えないっすよね、本当に。